きちんと怪我をしたら休養してください。痛いのを我慢してやってもいいプレーなんて全然できませんよね。ちゃんとお医者さんにかかって治るまでおとなしくするのがやっぱり基本だと思います。プロでもですね、怪我の時は休んでくださいと言ってます。子供は将来のためにも間違っても騙し騙しプレーしたりするのはやめた方がいいと思います。